私なら彼の役に立てる。あなたは何の役にも立たない。牛丼なんて電話一本で頼めるの。お帰りください。それとも私がそれ彼に渡しておきましょうか。チワ、何やってんだ。これお腹空いてるかなと思って牛丼買ってきた。ああ。ユネクレールにどのぐらい漬け込んだの。回収の見込みは。まだ何も立ってない。対策を考えましょう。私家に帰ってるからこれ美咲さんと食べて。あ、ありがとう。お気遣いどうも。行きましょう。あ、じゃない、彼のためにやったんです。いくらマミヤの家に取り入るためでも全然知らない人と結婚するなんて言い出すんですもの。おかげで光明が見えてきた。助かったよ。もともとうちでも若い子向けの新ブランドの立ち上げに向けて試作品を作ろうとしていたタイミングだからちょうどよかったわ。うちとマミヤ繊維の提携商品ならお客様の食いつきもいいはずよ。まあ、あとは社内調整と市場調査だな。そうね、もう少し頑張りましょう。うん。捨てておきましょうか。いや、俺が後で片付けるよ。
よう。おはよう。山見くん今日で辞めちゃうんだって。え、若くて可愛い子がまた入ってくれたらいいんだけどね。矢上くん、辞めちゃうの？ごめんなさい、千和さんいろいろ大変そうだったんで、なんとなく言いそびれてて。これっきり会えないとかじゃないよね？その方がいいですか？そんなわけないじゃん。今日仕事が終わった後で僕の部屋に来ませんか？今回集まってもらったのは他でもない、ルネクレール社の経営破綻に伴って間宮製薬が被った損失について話し合うためだ。これはお前の責任だな、北斗。はい。器じゃなかったっていうことでしょ？息子がこの有様じゃ政治も安心して休んでいられないわ。経営コンサルタントだったお前ならルネクレール社の内情を見抜けたはずだ。なぜこんなミスを犯した？ルネクレール社との事業を中止しろと私は通達しましたよね。社長はあなたですよ。失敗したのは私だけど、結果的にそれを見過ごしたのあなたなんだから。社長就任後の多忙さで進行中のプロジェクトの全てに目を行き届かせることができませんでした。申し訳ございませんでした。これ以上会社に損失を与えたらお前を解任する。この前の会議でそう言ったはずだ。当然のことです。現状ミシェルハーツとの共同事業を立ち上げ、プライベートブランドの発表に間に合わせるべく動いております。このミスは挽回可能です。もう少し時間をください。ここです。どうぞ。お邪魔します。へえ、なんか女の子の部屋みたい。綺麗にしてるんだね。そこを座っててください。うん、今ハーブティー入れますね。うちで栽培したカモミールなんだけど、いい香りがするんですよ。ほんと可愛い部屋だね。でもちょっと想像と違った。どう違うんですか？なんかもうちょっと贅沢なところに住んでるのかなって思ってた。いかにお金をかけないでどれだけ豊かな生活を送れるかってのが僕らの世代には大事じゃないかなと思うんですよね。なるほど。どうぞ。ありがとう。いい匂いでしょ。これ見てください。何これ？前に言いましたよね、起業しようと思ってるって。大学の先輩に声かけてもらって共同経営で始めようと思ってるんです。ネットを使ったフードビジネスです。日本のヘルシーな食文化を世界に向けて発信するんですよ。へえ、面白そう。一緒にやりませんか？え？事務仕事を手伝ってくれるスタッフが必要だと思ってたんです。私でいいの？っていうか私なんかで役に立つかな？食に関わる仕事に女性の視点は絶対に必要です。それに千和さんセンスあるじゃないですか。
料理うまいなって前から思ってたんですよ。そう、ありがとう。お願いできますか。やってみたいとは思うけど。ご主人の許可がないとダメですか。ルネクレール社の件だが、ミスしたのはお前だろ。いいじゃないですか、あいつのミスってことになってるんだから。調べればすぐに分かることだ。あのプロジェクトは危ないって俺もアドバイスしたのに、なんで聞かなかったんだ。何のお咎めもなしにこのまま済むと思ってんのか。まったくお前ってやつは親の足を引っ張ることしかしないんだからな。あなたそんなに高い気を責めないで。この子だってこの子なりに頑張ってるんですから。お前が甘やかすからこうなるんだ。なんでいつもこうなんだよ。ただいま。おいしい。あの夕ご飯作ってくれるのは嬉しいんだけど、もうそろそろお家に帰った方がよくないかな。さあご飯にしようね。はい、何でしょう。なんで帰ってこないんだよ。まだなんか怒ってんのか。怒ってないよ。ただ北斗の奥さんでいる意味が分かんなくなっちゃっただけ。お前は俺の妻だ。妻は家にいるのが仕事だろ。家で何にもしないでただじーっと北斗を待ってればいいっていうの。北斗と美咲さんは今頃会ってるんだろうな、何話してるんだろうなとか思いながら。何度言ったら分かるんだよ。美咲とはビジネスパートナーだ。切るわけにはいかない相手だ。つまり私の気持ちよりもビジネスが大事ってことだよね。何があっても家で待ってる奥さんは北斗にとって都合がいいかもね。でも私には私の人生がある。私は私の足で立って歩きたいんだよ。どうすればいいか今一人で考えてるんだ。じゃあね。何やってんの。まさか離婚話。違います。今のところは。ちわちゃんさ、思ったんだけどさ、旦那さんに誕生日のプレゼント買ってもらえないよ。誕生日。そうだよ、だってあさってちわちゃんの誕生日なんだよ。だからダイヤの指輪とかバッグとかうーんと高いもの買ってもらって、それでチャラにしちゃいなよ。そもそも北斗は私の誕生日なんか知ってんのかな。じゃあお父さんがチワちゃんにプレゼントしてあげる。本当？ありがとう。何？いや、お父さんプレゼント買うお金がないんだよね。だから5000円ちょうだい。そしたら競輪で5倍にして帰りに好きなもの買ってあげるから。ノーサンキュー。いりません、何にも。やめますか。やめます。そう、これ出したのもう何回目かですけど、そろそろ受け取っていただいてもよろしい頃じゃないかと。退職金出ませんから。分かってます。はい、千代さん。八神くんの会社のジム
私でよければ採用してもらえる？ありがとう。本日はお忙しい中本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ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 、噂のお二人ですね。ああ我々は長年ビジネスパートナーだったので夜昼なく打ち合わせをしていたんで誤解されたんでしょう。マミヤ繊維さんはルネクレール社の件でだいぶ損を出されたと聞いていますか？ここに証拠資料があります。今回の損失は微々たるものです。ミシェルハーストの共同事業で十分に挽回できる金額だと思ってます。なるほど、拝見します。次は銀座ね。ああ。奥さんのボーイフレンド？お似合いね。若くて可愛くて。会社の後輩だろう。一緒に営業でも待ってんだよ。営業で一緒に不動産の広告見たりするかしら。あ、いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。表の広告を見たんですけど。ああ、吉祥寺のマンションでしょ。いい物件ですよ。新婚さんにぴったり。いや、そういうんじゃないんですよ。会社の事務所になる部屋を探してるんです。あ、そうなの？じゃあ、ご希望の条件は？はい、交通の便を考えて吉祥寺で探してるんです。吉祥寺、はい、はい、それで家賃がワンルームで10万円ぐらい。ほうほうほう、はい、ごめんね。何？なんで男といるんだよ。は？だから、なんで男と不動産屋にいるんだよ。知ってんの？私のこと見張ってたの？早く質問に答えろ。答える必要なし。はあ、聞んなよ。奥様は昨日付で殿下の山口を退社されました。そうか。八神優さんはバイトを辞めネット関係の会社を立ち上げるべく準備をしています。私が察するに奥様はそのお手伝いをされているのではないかと。つまり奥様と八神さんはビジネスパートナーの関係、社長と美咲さんのように。少しは奥様の不安なお気持ちお分かりになりました？俺と結婚して生活に何の不自由もないのに、なんで人の会社を手伝うんだよ。俺があれだけ言っても辞めなかった会社、なんであの男のために辞めるんだ。女性が仕事をするのは単なる生活のためではございませんわ。キャリアアップや自己実現のためでもあるんです。それがした。あら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 、まるでお子ちゃまですわね。今の社長のお姿奥様に見せて差し上げたい。百年の恋も覚めるか。いいえ、社長にもこんな可愛らしいところがあるんだってきっと見直されますわよ。社長、お前が好きだってはっきりと奥様に言って差し上げたことありますか？奥寺渉です。間宮千葉と言います。八神君とは殿下の山口で一緒に働いていました。千葉さんは料理がうまいんですよ。しっかりしてて働き者ですごくいい人です。八神くん、ハードル上げないで。でも頑張ります。よろしく。
お願いします。まずは主婦層に向けた毎晩の献立とか簡単にできる3時のおやつを紹介してユーザーを増やしたいんです。ゆくゆくはいろんな農家のこだわりの野菜の良さを紹介していこうと思ってて、そうしたらもうちょっと写真が大きい方がいいと思うんですよね。女性はやっぱり写真を見て美味しそうって思う料理から作ろうって思うから。そっか、そうだよね、気がつかなかった。もう一回大きいサイズで作り直してみますか。うん、みどりさんからだ。会社の先輩です。ごめんなさい、向こうで出てきますね。もしもし。会社辞めたのね。はい、すいません、ご挨拶もせずに。いいのよ、前から辞めるって言ってたものね。ただあなたは打たれ強くて見どころのある人だと思っていたから。残念だわ。そうだったんですか、全然そう見えませんでしたよ。いいね彼女でしょ。うん、元気だし可愛いし、俺好きになっちゃいそうだな。ダメですよ彼女は。え、あひょっとしてお前の彼女。そうです。そういうことか、分かった分かった。じゃあ先輩また。またしおちゃん、またね。また奥寺さんって本当にいい人だね。野心家だし頭いいし何かやる人だなって学部の頃から思ってました。女好きすぎるのがたまに傷だけど確かに言われてみればそんな感じ。あー楽しいな。僕もです。仕事って楽しいんだね、久々に思った。何かを人に求められてそれに応える、応えられるってすごく嬉しい。千葉さん明日誕生日ですよね。え、覚えててくれたんだ。もちろんですよ、何かお祝いさせてください。誕生日プレゼント何がいいですか。いいよいいよ、無理しないで。八神くん会社立ち上げて何かと物入りじゃん。いいんだよなそういうとこが。え、わかりました、じゃあ手料理ごちそうしますよ。これで一安心ね。ああ必ず成功させる。念のためもう一度明日本坊さんを呼んで打ち合わせをしましょう。社長ワイン通なのよね。ワインバーで一杯飲みながらどう。明日か。寝坊しちゃったよ。あ、ちわちゃん誕生日おめでとう。ありがとう。なんか言ってきた旦那さんから。何にも。そう、メールが来てんのにさ気づいてないだけかもよ。あ、ちょっと何やってんのやめてよ。あ、来た来た。え、嘘本当。あ、こっちだ。八神くんだ。家に呼ばれてるの、得意料理作ってくれるんだって。八神くんか、いい人だよねあの人も。でも経済力かな。すごい。どうぞ食べてください。いただきます。どうですか。うん、おいしい。おいしい、うん、よかったうん、お腹いっぱい。でも入っちゃうどれもおいしかったけどこれは中でも最高だね
これうちから送ってきた夏みかんで作ったんですよ。ん？ あれ？うん。八神くんの実家ってみかん農家なんだ。そうなんです。兄が後を継いでみんなでやってます。大家族だね。じいちゃんばあちゃん、父さん母さん、兄さん妹に、甥っ子姪っ子。もうたまに帰るとうるさくて嫌になりますよ。でもすごく楽しそう。みんな思いっきり笑ってるもんね。今度立ち上げるネットサービスが成功したら、地元の食材を使った調味料やソースをブランドにして売り出してみようかと思ってるんです、うん、みかん入りのフルーツソースとかね。一人だけ東京に出させてもらった恩返し、少しでもできればと思って。八神くんってさ、本当に幸せなお家で育ったんだね。だからいつも穏やかなんだ。そうかな。うん。八神くんと結婚する人はきっと幸せになれるよ。よし、片付けよっか。座っててください。好きです。結婚してる人にこんなこと言うのは変だけど、僕は千和さんのこと誰かの奥さんだと思ったことないです。だって全然そんな風に見えないし。僕じゃダメですか？お前はどこにいるんだよ。 GPS 見たら分かるでしょ。永福町だよ。俺は台場のプロムナードにいる。今夜また打ち合わせがあるから30分しか時間がない。今から来れるか？私はピザの出前じゃないんだよ。私には私の都合ってものがあるの。出てこいよ。お前の誕生日を一緒に祝いたいんだ。覚えてくれてたんだ。当たり前だろ、妻の誕生日なんだから。分かったな、じゃあ後で。ご主人ですか？何かあったんですか？なんでもない、なんでもない。あ、やっぱこれ片付けちゃうね。美味しかったな、ほんと。後で作り方教えて。ここにあるけど。あ、貸して貸して。そこ座って。私が切るね。私下手くそだな。
さっきの電話何だったんですか？それとさっきの質問の答えまだ聞いてません。さっき僕じゃダメかってことです。ごめん矢上くん。私なんだかなんか私うちの旦那さんのことが好きみたい。傲慢で無神経で、さっきもすぐに出てこいとか勝手なことばっかり言うし、好きでいてもいいことなんて全然ない。すっごく疲れるんだけど、でも何やってるの？もう先方はいらっしゃってるのよ。二度とないビジネスチャンスなのよ。分かった、今日は悪いんだけど伺えないと話してお引き取りになってもらえないか？何言ってるの？今日のところは本当に申し訳ない。好きなんですね、ご主人が。じゃあ行くしかないじゃないですか。少し伸びた前髪をかき上げたその先に見えた緑がかった君の上に映り込んだ僕は素かな、いろんな言い訳で聞かさって仕方ないと笑っていた。傷つくよりはまだその方がいいように思えて、夏の風が君をどこか遠くへと奪ってゆく、言い出せずにいた思いをねえ届けなくちゃ、君を失いたくないんだ。Oh, 君に今会いたいんだ。会いに行くよ。たとえどんな痛みがほら押し寄せても。